何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。世界は残酷なんだから。
エレン。ミカサ、兄は…くそ、何なんだよ。ここまで来て頑張りかよ。アリ、出てこい。おい、卑怯だぞ。よせ。無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。兄から情報は得られなかったものの、調査兵団とエレンの王と召喚は凍結された。しかし人類が自分たちが何に囚われているのかを知るにはまだ時間と犠牲が必要だった。